こんにちは、ジャズドラムの黒田です。セクションワークス第3弾です。今回はビッグバンドでよく出てくるキメ2種類とコンボのエンディングでよく出てくるその2つの組み合わせの通り抜け方です。セクションを決めつつ自由に叩いている感を出すための理論です。まず今回の基本セクション2つ、1はタイで結ばれているので3拍目頭に音がない音符を使います。シンコペーションベーシックでいうところのダッシュのついた音符です。2のセクションは3拍頭はクラッシュと決まっていますので、残っている音符はやはりダッシュのついた音符になるわけです。というわけでこの間を埋めるのは8つのボキャブラリーがあるわけです。では最初はシンコペーションベーシック1に出てくる音符0ダッシュと7ダッシュで受けてみます。1つ目は0ダッシュ、2つ目は7ダッシュ、3つ目は7ダッシュを3ストロークで分割しました。4つ目はフロアとスネアのユニゾンで7ダッシュです。ではやってみましょう。今度はシンコペーションベーシック2に出てくる2つのダッシュの音符11ダッシュと9のダッシュです。1つ目は11ダッシュ、2つ目は11ダッシュを3ストロークで埋めてみました。3つ目は9のダッシュ、4つ目は9のダッシュは3ストロークで間を埋めれないので左手からオルタネートで埋めました。やってみましょう。シンコペーションベーシック3は4つのダッシュの音符があるので最初は12ダッシュと13ダッシュでやってみます。この辺が一番よく使うボキャブラリーだと思います。1つ目は12のダッシュ、2つ目は12ダッシュの3ストローク目です。おそらくこれが最もよく使われるのではないかと思います。3つ目は13のダッシュ、4つ目は13ダッシュをオルタネートで埋めました。やってみましょう。残り2つの音符です。このあたりは間を空けるのに使う音符ですが使いにくい音符の種類です。1は14ダッシュ、2はそれを3ストロークでアクセントに気をつけましょう。3は15ダッシュ、4はそれを3ストロークでやってみました。ではやってみましょう。今度は3拍頭のクラッシュ後からの埋め方です。今度はバリエーションなしでどんどんダッシュ音符で埋めてみますね。0ダッシュ、7ダッシュ、11ダッシュ、9ダッシュという順番になっています。では残りの音符です。12ダッシュ、13ダッシュ、14ダッシュ、15ダッシュを使用しています。やってみましょう。さて、オールオブミーのエンディングですが、このリズムの音型はコンボ、ビッグバンドどちらでもよく出てきます。エンディングなんかでよく使われます。グリーンドルフィンストリートとかビューティフルラブのエンディングなんかでも使われますね。この合間を先ほどのものと今までのセクションワークスで覚えたことを駆使してやってみました。まずは決めをやって11ダッシュ、また決めて12ダッシュの3ストロークで通り抜けて、次は決めの後に13ダッシュ。セクションを別のセクションを拝借してきて、同じフレーズが続くので売店で雰囲気を変えて、セクションにドーンを入れて変化をつけて、最後はシンプルな7ダッシュと売店フィールの伸びた君を入れて止まっています。最後の2拍目のフレーズの前段音でスネアドラムを叩いてみました。ではやってみます。
さっきのもので使わなかったものばかりで作ってみました。地面に銅音を入れて15ダッシュで受ける。セクションの前段音を2頭に設定して14ダッシュでフと休符を作ってみる。同じフレーズが続く場合はターゲットノートを遠くに設定して別のジャズフレーズで通り抜けていくことがよくあります。3小節目はまさに4小節目の頭に向かって決めを無視して進んでいます。4小節目で受けてそのままタム加工してシンコペーション、売店で受けておいて次の小節の頭で3連符へチェンジダウン、そのままアクセントの部分だけ決めながら合間を埋めていき、最後売店でシンコペーションの音切りへ向かいます。最後の決めの前段音を足に設定してのび太くんを入れ込んでいます。以上、やってみましょう。さて、まとめです。シンコペーションの受けは結構手癖になりやすいので、考えられるフレーズを全部書き出して自分の中にインプットする作業が必要です。同じフレーズが続く場合はターゲットノートを遠くに設定して決めをスルーする場合があります。以上、セクションワークス3でした。次回のセクションワークス4から応用するのに一番大切な決めの理論を使用します。メールマガジン読者限定公開ですので、ぜひ無料メールマガジン登録くださいませ。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。